はい、ドワーフプロス、今だってバンナイフです。トコジェロフです。イサイゴジェです。はい、いやー、7月になりましたよ。来たね。はい、超えたね、6月を。なったというか、まあもう7月の中盤あたりだと思うんだけども、6月何がありましたか、おめえら。何があったかな。暑かったね。暑かったね。暑かった。だからね、梅雨あった、本当に。梅雨なかったらしいな。梅雨 なかったんだな。消滅したんだ。梅雨全然なかったらしい。いいんだよ、そんなの。禁止やってたの、禁止。禁止企画。ああ、やった。そんなこともあらあら。まあ、知らない人のために説明すると、はい、6月、俺たちドワーフクロスは、禁止企画というのをやってまして、俺が怠惰禁止。伊沢行こうぜも、怠惰禁止。トコジェロフは無駄遣い禁止をやってたってことだな。で、その結果発表なんだけども、今回は。あと、あれだよね、プラス全員、SNS しないの禁止みたいなね。全員 SNS しないの禁止ってのやってたんだけど。エクソファッション。ドワーフブロス。じゃあ、その結果発表なんですけど、どうですか？誰から行く？まあまあ、一番安定してそうなのは、まあ、ジェロフなんじゃないかな。ジロちゃん、行こうよ。じゃあ、行きますか。無駄遣いは、してないです。おお、まず俺がやったのは、うん、飲み物買うじゃないですか、うんうんうん、コンビニのペットボトルとかって結構高いじゃないですか。高いね。なのでコンビニではなるべく紙パックの飲み物を買ったりとか、あとはスーパーでちょっと多めに買っといて、おうおうおう、スーパー行くと59円とかからあるわけ。で、まあ、あの紙パックだったら1リットル100円とかさ、とかなんで、まずそこ。あとガソリンも無駄に使ってたんじゃないかと、馬車の。徒歩5分ぐらいのコンビニとかだったら、うん、馬車を使わずに歩いて、徒歩5分のコンビニは元からそうしろよ。そうだな、あの徒歩5分は逆にきついだろ。ね、田舎の徒歩5分はね、真っ暗でさ、虫も多いしさ、ちょっと嫌なんだよ。まあ、ね、まあ、苦手だからな、お前。あとはスーパーデパートなんかでガチャガチャを見つけても、見るだけ見てやらないとか。かわいいな。で、結果、僕が6月に買ったもの、うん。要は自分が必要として買ったもので、うん、プライベートで使うものってあるじゃないですか。T シャツ1枚でした。おぉ以上です。すげえ。すげえ。他、うん、買わずに、で、あとタバコも多分、3分の2ぐらいまで減ったかな。お前、タバコ？タバコなんだっけ、半分禁止もあったじゃん。そう、あったんだけど、あのね、紙巻きタバコ、あれは3分の1ぐらいまで、半分以下になって。でアイコスも吸ってるんですけど、アイコスはまあまあそんなに減らしてないんで、うん、まあまあまあ、でも3分の2ぐらいかな。やってんな、お前。おい、すごいな。ですが、 SNS に対してはですね、 X 確かね、6月29日かな、結構終盤だ。ああ、ツイートしてなかったね、俺。もうでもいいだろ、それは。ひっくり返んねえだろ、別に。何も言えねえよ。言えねえよ。そんな、ちゃんとやったやつに。まあ、そんな感じでした、僕は。あら。おい。毎回この企画ストイックなんだよな。ストイックだね。まあ、これ達成でじゃあいいですか。いやー、もうグーの腕でも出ねえよ。もう、大達成でしょ。どうだよ、お二人は。ねさてね、うん、伊達さん、伊達さんどうだった？俺の方がいいから先。まあ俺怠惰禁止というわけで、うん、ちょっとじゃあ俺がしたことをまとめてきました。お、あ、いいね。こういうところもね、怠惰禁止ですからね。あ、素晴らしい。あ、なるほどね。なるほどね。賞金稼ぎで大慌て、いつもの 1.5 倍の賞金首を倒す。わあ、すごいことだよ。うん、これは普通にすごいだろ。うん、いいね。ね、頑張ってた、ね。俺もだって泣いてたもん。泣いてたよ、俺。かわいそう、かわいそう。はい、そんな中ですよ。クソ忙しいにはかかわらず、バイクを購入し、手続きでもっと忙しくなる。何やってんだよ、それは。どういうこと？怠惰なのか、それは。なんかバイク欲しくなっちゃって。どうなんだ、それは。新しい原付買ったのよ。うん、ね。もう衝動買いしたからさ、ちょうどその忙しい時期と重なっちゃって、もうやばいやばい。あっち行ったらやばいよ。もうわかんない。俺。いや、何やってんだと。それは本当にそう。家計簿をつけるようになるも、普通に無駄遣いして予算オーバー。まあ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 。まあ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 。無駄遣い禁止じゃないからね。じゃないからね。そうそうそう。つけることが大事だから。そうそうそう。これがことによってね。資格を取ろうとするも、普通に難しくて一回断念。ダメじゃん。挑戦は、挑戦はした。じゃあ、何の資格？だ普段やってる賞金稼ぎの資格を取ろうかなと。
クエストのレベルを上げるためにな。まあ、そう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 、やってたんだけど、あの実務と勉強は違いますから。なるほど。ノーベンじゃいけねえんだと。はい、次まだありますよ。まだあるすごい。絵のリハビリを始めるも、まっすぐな線を描けなくなってる。でもね、ちょっと普通に心配になる話じゃん。今年描くって言ったけどさ、あんま描けてなかったから、ちょっとリハビリからやろうと思って。うん。おー、まあ、下手になってるね。描けない。描けない。そんなもんなんだね。そんなもんですわ。もう人様に見せられるようなものが一個も描けない。今年100枚の絵を描く岩立バルナイフさんは大丈夫なのかい、それで。なじゃねえ。って感じよ。どうよ。おお、なるほどね。怠惰っていうのがさ、その達成したか否かっていうよりも、うん、その挑戦した価値みたいなところで見ると、ね、なんか結構いい感じなんじゃないかな。いろいろ頑張ってるよな。思うよね。私実際達成したのはその通常の 1.5 倍の賞金をやってるわけじゃん。それは本当すごいからね。うん、なんか悪くない感じはあるよね。で、SNS のあれな。うん、はあ、それも大事。一日か、微妙なのが、なんかこう日付またいだ。はいはいはい。みたいな。まあまあまあ、二人結構、ちゃんと向き合ってたっていうかさ。ちゃんと向き合ってた。俺結構あれなのよ。一日一ツイートっていうところだけでやった感があるんだけど、ちゃんと文章化してるっていうかさ、今日あったこととかさ、画像とかでさ。まあ日常をな。そうそうそう、まあね、ちゃんと切り取って、うん、まあ本質をツイートしてたから。うん、そうそうそう。そうだ。なんかそれを見ると、総評価俺、岩立バルナイフクリアーだと思う。クリアー。おぉ。これでもう真打ち。はい。イーサハイゴーゼさんですよ。ゴーゼ。などうですか。どうですか。いや。ね、俺はね、怠惰禁止、伊達ちゃんと一緒のやつ、なったわけだが、やるやる言ってずっとやってなかった、あの、一人生配信をとうとうやりましたね。うん。あの、ジロちゃんにめちゃめちゃ助けられながら。あ、あの、ケツの方にやったやつ。ノルマ達成みたいな感じでやった。ノルマ達成みたいな感じで。なるほど。はい。をやったりね、あと、ノートをね、ちょっとやってました。2投稿か3投稿だっけ。4投稿だね。4投稿。4投稿ね。週1、週1ぐらいでやろうみたいに決めて。うん、まあまあ、まあ、やるのは大事な。これはでも、まあ。あれはすごいいい、いいと思う。まあまあまあね。だからちょっと、ね、自分のね、ケツを叩いて、書きました。どうだい？え、以上？あとは。あとはね、あとはなんだろうね。SNS の投稿は俺フルでやったよ。あ、そうだね。それは、あの、見えてた。俺は。いや、お前逃してる。一個。え、嘘。え、多分ね、抜け落ちてるはず。俺一個。うわ、マジかよ。こいつやったなってのはね、見た気がする。まあまあいいんだよ、そんなのは別に。まあ、そんなのは後で見よう。うん。なるほどね。うん。そっか。ということでございますかね。ちなみに、生配信なんですけど。はい。僕、6月、4回やってるんですよね。ああ、すごいね。俺もまあ、動画の編集してたしな。うん。おぉ、そういえば動画？お前なんか動画落としてた？動画、そうだよね。申し訳ございません。1本頼まれてたやつ、誠に落としたよね。1ヶ月前に頼んだ上に、10日前にアナウンスしたやつを落としたな、お前。誠に申し訳。なるほど。これは、もしかして。まあ、どう落としちゃってんのと。あ、でもあれ、7月っちゃ7月か。あれは。ああ。いや、あれ、6月のケツだよ。あ、じゃあダメだ。あ、じゃあダメだ。じゃあダメだ。もうこれでもダメだと思ってたんだ、俺も。ちなみに僕、あの、はい、今、諫早さんのツイートをですね、ちょっと遡ってるんですけど、6月26と、はい。6月24も落としてます、ね。待って、嘘。今23ぐらい。お前2つ落としておいて、やった気になってたのかよ。マジか。落とすのはまだしもうやった気になってんのかよ。全部じゃん、じゃあ、俺は。もう。ダメじゃない？おい。ダメだ。うん、これはちょっと、ダメかも。ダメだな。すいませんでした。ちょっと16も落としてる。嘘、マジでそんなに。まあまあ落とすのはね、まずしょうがない。まあまあまあ、しょうがない、しょうがない。うん。12も落としてるな。ダメだよ。ダメ。もうダメだ、ダメだ。もう何もできねえ。ドワーフプラス。残念ながら。
どうしてくれようか。これあれか、俺も滝か。ああ、じゃあなるほどな。去年やんなかったから俺はちゃうんだろうな。いや、やるよあれ。滝よな、うん。見つけてあるから。あ、本当。滝の場所を。うん、もう滝の場所もゲットしたし、予約すれば行ける状態はもう作ってあるんで。おこえ。あの、夏行ってもね、うん、だから涼しくなっちゃうから。あ、気持ちよくなっちゃうんだ。そう、もうちょっと俺、あんじゃないと思って。そういうことだな、お前。秋冬秋冬行きたいよね。風邪ひいちゃうよ。ちなみに冬は、あの、気をつけてって言われたんで。冬は絶対やだ。じゃあ、怖い怖い怖い。まあ、去年の俺たちがね、落としてる分、はい、じゃあちょっと3人で。もちろんそれは。滝だな。滝だな、これな。タイダー禁止、ちょっともうちょっとやろうぜ。うん。あの、今ちょうどさ、ほら、収益化もしてさ。あ、そうだね。ね、あ、そうだよ。頑張っていくじゃん。うん。ああ、もう特に頑張り時って感じ。だからツイートもちょっと多めにしましょう。あ、そうですね。ね、うん、うん、それ大事。っていう感じです。あの、なんか、ミーティングみたいなとこやっちゃったけど、はい。やるぞ。やるぞ。やるぞ、やるぞよ。もう一個、あの、怠惰禁止の話で、うん、買った原付を、あの、錆びただけだったんで、灼熱の中塗りました。すげえ、マジ、うん、塗ったって、あれ、灼熱の、やった。そう、俺、突然ね、連絡来て、これ、この錆どう落としたらいいって聞いて、もう、大汗をかきながらやりました。すげえ。